はい、マッチングしました。ラバリバトルです。よろしくお願いします。まあ、ちょっと近明大美術館そこそこやってるんですけど、なんか長いぞ。あ!落ちた!今回線落ちたの見ちゃった。いないっすよ、相手一人。かわいそうに。この時点でなんか一人いないのすげえ、悲しそう、寂しそう。もうなんか試合決まっちゃったぞ。こんな動画にね、することもね、普段ないんですけど、まあ、しょうがない。勝ち確定。いや、かないでめちゃくちゃ強いかもしれない。特にスプラ1なんて本当に、人外ならぬイカ外。すげえ強いやつが、もうスペシャルいっぱい打ってくるようなやつがいるから、相手一人いなくてもちょっとわかんないんですけど、もうスーパーショット、ちょっと近づいて倒しちゃいましょう。これぞ無敵のバリアだ。あ、遠すぎる。あ、やった、倒した。残り相手一人。すでに回線落ちる人いないですからね。まあ、近明大美術館面白いですよね。まあ、さっきね、スプラッシュエーターやってたんですけど、このシーン俺結構好きで、やばい。トルネードがどこに来るのかわからん。ナイス玉みたいだね。あぶね。ちょっとノバのダメージがエグかった今。あぶね。オッケー、バリア溜まった。てかもう、これ見たらわかるけど、塗りがもう大変そう、相手。塗れないじゃん。はい。はい、バリアバリア困ったらバリアよ。なんか自分のこと守れるのにさ、これ、あ、なんか飛んでった。こんなとこいたの。びっくりした。まあでも、ジグに帰ったのか。危ねえ、危ねえ、危ねえ。トルネード怖え。トルネード塗れるからいいよな。ここいるね。ちょっとバリア溜まりづらいな。ちょっと、行きたいな、あっち。あー、いるな。うおー、場所は、ちょっと怖いので、戻って。やっぱ一人いないとかわいそうだな。うおー、ぶれー。そうだ、これ、角一なんだ。スプラ2のさ、スペシャルと比べると、あ、スペシャルとかサブのトラップと比べるとさ、一撃なの。あれ。センサーはつかない代わりにね、一撃なんですよ。気をつけなくていいけど、なんか撃ってる。隙がありました。これ、すごいいいステージだよな。もうやりたかったな。このステージやりたかった。美術館、博物館ならあるのにな。出た。おう、ボム強え。ボム強えよ。味方も倒したよ、今、俺のボムで。なんか死んだけど、味方も一緒に、ボムで死んでった。危ねえ。え?逃げないで!危ねえ!意外とバリアの時間が長いっていう。いやー、これは申し訳ねえ。まあ、近明大美術館がそこそこ見れたから。まあ、よかったよ。はい、ありがとうございました。まあ、でも頑張ったな、28%。このステージ奥まで侵入できるんですけど、もうほんとやりたかったんだけど、ちょっとダメだった。下手くそだった。はい、お待たせしました。アロワナ美術館、間違えた、アロワナ美術館でないや。アロワナショッピングモールや。よし。よろしくお願いします。まあ、このステージは、みんな知ってるし、見たことあるし、対して説明することがない。ただ狭くなってるよーっていう感じですかね。普通に比べると狭いかな。なんか登ってる。ナイス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 。これ怖いな。でも俺バリア溜めて。なんか撃ってる。いった?あ、ナイス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 。あれ消えた。これか。待て。やっちゃって長いから。若葉じゃ無理だから、一回行こう。左からな。おースーパーショット。怖え。ランダムスーパーショット。ナイス味方。いいね。いいボムを受け継いだ。いい感じですね。もう味方が。あ?やられてる?
今右にいたのになんで方やられてたんか死体かあれやばい、あごめん強いダメージも強い、ザップザップ見るとインクアーマーだと思っちゃうわ。これスプラ2脳だ。オッケーオッケー、なんかここ塗られてるね、塗り返しときましょう。よし、なんかうちのチームイケイケですね、めっちゃ戦いに行ってる。ここいない？潜伏しとくか。怖っ。お、ナイス。あ、びっくりした。トラップか。あぶね。やっぱバリア強いな。あ、こっちもいないか。あぶね。なんか狙われてる。ボムだ。めっちゃボムで攻めてくる。もうちょいちょっと下がっとこう。下いるね。オッケー、オッケー、オッケー、倒した。あ、届かないか。まあ、味方強いこと、強いこと。ねえ、帰るの早ーい！スーパージャンプ早ーい！もう、抜けてないし。ここ押さえてれば勝ちだぞ。みんな、武器何使ってんだ？ディアルセイパーか。あれね、割れてないディアルね。やった、倒した。ボムで。ボレ倒した。行っちゃおっか。ああ、もうリスキルいってるぞ、誰か。ほら。俺も倒せ。ああ、間に合わなかった。アロハナ、すげえ。なんか3対4の時よりもひどいぞ。10% って。相当攻め込んでたぞ、ディアルスイーパーだ。なんか2人で、ディアルスイーパー2人で持ってるから、2のディアルみたいになってる。うわぁ、ロマンか。いやぁ、金目やりたかったな。あ、ディアル多いなぁ。でもなんか、ディアルとバケツかなぁ、バケツも多い気がする。そんな、勝手な印象なんですけど。あれ、ワンモールか。金目がよかったのぉ。これ、いるよね。いる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 。味方やられたもん今。こっそり近づいとく。やばい、しゃっくりぞ。ずっとなんか喉の奥でしゃっくりが出そうだ。あ、出なかった。このままちょこちょこ攻めていきましょう。ナイスセンサー。よいっす。ん？そこか。あ、ここからボムを。ボム星人がいるね。オッケー、でも俺バリア持ってる。おい、ラッキー降りてきてくれた。よし。これせっかくあのバリアがあるので攻めれる。なんか抜けてきた。危な。まだいるね。パブロやだな。一旦退避して。オッケー、こっち取った。あー、射程長いの来た。そう。射程には勝てないんだよな。これ先味方いるな。降りてきた、降りてきた、降りてきた。はい。ナイス。いいね。強いね。ボム投げるとすごい重くなるの、スプラトゥーン1。うん、ね、回線がね、悪いっていうか、なんかすごい重いの。ボムラッシュしてるとき多分一番だと思うんですけど。スプラ2の、なんか抜けてる。待って。うちのチームを。なんでここ来るでしょ。オッケーオッケーオッケー、抜けないでくださーい。スプラ2のさ、サーモンランやってるとき、鮭がたくさん出てくるじゃないですか。鮭がいっぱいいるときって、それなんか時々重くなるのね、スプラというか。回線が悪いんじゃなくて、スプラが重くなるの。なんだろう、イカちゃんの動きが、遅くなんだよね。なんか動かしてるんだけど、動きが遅いみたいな。やってるとわかるんですけど、見た目には多分支障は出てないと思ってて。それに近いものを感じるの、スプラワンやってるとき。かわいい一人。
背中楽い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 死ぬのが遅い死ぬのが遅いこういうことがあはははあいついついついいやこれ分からんな僕分からんぞほぼ濡れれればでかいけどあージグンが塗られちゃうジグンが塗られちゃうあれピンチ出てた勝ったべえ、ちょっと重かった。面白い。配信が遅いとちょっと、それはそれで面白い。ありがとうございました。やっぱたまにね、やるスプラ1はいいですよ。面白いですよ、皆さん。